仙台城の模式図。H が大手門、O が三の丸で、その間に挟まれている東西に長い堀が五色沼。なお、1が本丸、2が二の丸、図中の右側を上から下に流れる川が広瀬川。三の丸のこの門関から見た五色沼大手門関側から見た五色沼五色沼は、宮城県仙台市青葉区の青葉山公園内にある池。 仙台市都心部に隣接した西側に位置する。仙台城をめぐる堀の一部で、仙台城三の丸の北面から、大手門住屋倉の前にかけて広がる。日本のフィギュアスケート発祥の地とされる。広瀬川の貸し断球である青葉山に本丸を置く、平山城の仙台城は、より低い段球上に二の丸と三の丸がある。この三の丸を造営する際、広瀬川の荒廃湿地に堀を割り、 掘った土で土塁を築いて、三の丸を囲んだ。後に、三の丸の北面の堀は五色沼、当面のそれは長沼と呼ばれるようになった。大手門を挟んで北側にある二の丸を巡る堀もあったが、そちらは陸軍の駐屯地になった時なくなった。三の丸の二つの堀だけが現在も残る。現在の五色沼は池の南に三の丸の土塁が接している。 木々が生え、秋になると紅葉する。仙台城の廃城によって、球場内に庶民が出入りできるようになり、五色沼は、明治以降、仙台市のスケートの中心地として賑わうことになった。また、五色沼は、日本フィギュアスケート発祥の地とされる。五色沼のほとりに、日本フィギュアスケート発祥の地の石踏みがあり、男女ペアスケーターのブロンズ像がある。江戸時代はにあたるため、 当期に五色沼は厚く凍結していた。仙台城が明治維新で廃城になり、伊達市から陸軍省に管轄に変わると、城跡に庶民が出入りできるようになった模様である。一方で、明治以降、欧米から日本各地にスケートが伝わった。当期に決評していた五色沼では1890年頃、仙台在住の外国人がスケートを始めた。また、 1897年頃に、米国人デブイソンが子供たちにフィギュアスケートを教えたとあり、これをもって五色沼が日本フィギュアスケート発祥の地とされる。1909年頃に、第二高等学校の生徒がドイツ語教師ウィルヘルに習ったとある。ウィルヘルにフィギュアスケートを習った二校生の田代三郎、佐藤幸三、川久保志郎らは、彼らの後輩を含めて、 各地で普及に努め、日本スケート界の功労者と言われた。五色沼では、フィギュアスケートに限らず、様々なアイススケートを市民が楽しむようになるが、1926年11月25日に仙台市電が開通して、最寄り電停が設置されると、後の同市電の路線拡大もあって市民が容易に訪れることができる陶器の娯楽の場ともなった。 五色沼で開催された各競技の試合は、1956年のアイスホッケーが最後とされる。昭和30年代には仙台もヒートアイランド現象等の影響が顕著になり、厳冬期に氷は張るものの、人が安全に氷上に乗ることは不可能となって、五色沼のアイススケート場としての歴史は終焉を迎えた。年表、ありがとうございます。